はい今回は例は大石明子さんが正しいことを言ったが懲罰道義となるおかしさと前田明さんの発言について考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたしますこの大石明子さんがですね正しいことを言ったにもかかわらず懲罰道義となっている時点でおかしいとしか思えないんですが 世の中の人の多くもですね大石明子さんが正しいと思っているということがさまざ、あ、まなことをですね調べるとわかるということで,で、この前田明さんという元プロレスの方ですよね、この方も令和の、ねまあ、意見と同じことを言っていただいているってそこらへんについて考えてお話していこうと思います。今回もよろししくお願い,いたします、まあ、世間のですね、まあ、8割ぐらいですかね。 えー、大石彰子さんの考えにまあ納得してるっていう、まあ、共感してるっていう、まあ、あところですで明らかにおかしいんですが、まあ、自民党なんですよねでこの自民党はですね自分たちが適当なルールを作って、えー、自分たちに都合の悪いことを隠そうとしてるでそれが国民にバレてるんですよでそれがわからない国民っていうのもいるんですがもうちょっとですねそれにわからない国民っていうのも何なのかなと僕思うんですけどね でまあ、ニュースになってるんですけど、SNS でさまざまな大石明子さんの、まあ、応援っていうか、擁護される意見がありまして、僕もそう思いますので、でえー、明らかにです、ね、おかしいっていうことを多くの方が指摘したんですよ。で、そういったことを一つずつ考えていこうと思います。まず、大石明子さんがです、ねえー、国会で話した話っていうのは正しいわけですよね。なんで正しいことを言った人が懲罰動議にかけられるの意味がわからないじゃないですか。 であの後で言いますがあの、ねえー、紙を掲げたんだって言いますが、昔の自民党の方がもっとひどかったわけですよ。で、大石昭子さんは何を、ねえーまあ、主張されたのかというと、能登の補正予算をっていうこと、裏金各種の解散をやめろって、国民が思ってることをそのままあの言っていただいたわけですよ。で、その人が、ねえー、そういった、あ何て言うんだろう、正しいことを言ってるにもかかわらず、懲罰動議となる、さすがね、えー、茶番国会だと思いますけどね。 でおそらくですが、まあ、自民だけではなく、自民、公明、維新、国民民主党、この大石明子さんのこの指摘ですよね、まあ、ノートの補正予算にしても、裏金革新の解散にしても、そういったところの指摘がですね、よほど自分たちにとって都合が悪いんでしょうね。うん、だからあ、こういったことをする、そして世の中の人の声、僕もそうですし、リスナーさんもそうだと思いますが、当たり前のことですが、いや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 、裏金議員の方が悪いだろうと思ってるんですよ。だから、大石明子さんのおっしゃった発言をですね、 多くの国民が擁護してるんですよねだって大石明子さんの言ってる方がたことが正しいですから当たり前ですよ考えればわかることです別に全くなんだか知りませんけど大石明子さんに何かねいちいち否定的なことを言う、まあ、なんだか脱皮かと思いますけど訳が分からないね、うん、で大石明子さんがおっしゃってるわけじゃないですか被災地は投票できないということで,で裏金問題を隠すために被災地を見捨てて、えーね、解散総選挙をしようとしてる、まあ、自民ということですよね もともと自民党っていうのは、まあ、自民も維新もそうですが、能登を救う気がないんですよ。この能登の件に関して真剣に取り組んでるのは、僕は令和だけだと思いますけどね、あ直後にあの社民党も行かれたのかもしれませんが、政党として真剣に取り組んでるのは令和だけです野党の復興に関して。特に山本太郎さんがとても頑張っていらっしゃるじゃないですか。 だそういったね、えー、国民思いの人たちがまともなことを言うと、ねそ,あのー、その人が懲罰動議にかけられる、うん、おかしいとしか思えない、自民党は一言で裏金の件を隠そうとして、そのための解散・総選挙に行くこうとか目的でしょう、それを大石あ子こさんが明かしたんですよ。で、まあ、ちょっとそのお、まあ時の状況、ご本人がですね、大石あ子こさんがおっしゃってる、まあ、SNS 投稿があったので、そちらをね、えー、ちょっと注目していこうと思うんですが、10月1日の衆議院の本会議でですね、 国民を放置し解散を急ぐ自民党に大石一子さんが抗議されたわけですね。能党の補正予算、裏金隠しの解散をやめろとね、えー、まあ紙っていうかプラパ、プラカードを掲示されたと。で、女性の、まあねえー、まあなんていうのかな、ちょっとわかんない、絵師っていうのかな、あの女性の係の人にね、強制講談されて、でその後ですね。 総理大臣は山本太郎と投票したってご本人が書いておりました。多くの国民がですね、僕もそうですし、リスナーさんも思ってる方が多いと思いますが、山本太郎さんが内閣総理大臣になっていただくことを願ってます。消費税廃止、日本国民の生活がね、えー、よくなるには山本太郎さんの消費税廃止がなければ無理なんですよ。だって他の政党、他の議員は消費税廃止を全然言わないんですから、考えもしないし、言いもしないわけですよ。 国民のことを、ね、本当に考えてくれてる、真剣に考えてる政党は、令和だけですよ、多分皆さんも思ってるでしょうし、僕もそう思います。で、今度、続いてですね、えー、大石あ子さんが、まあ、これはちょっとね、真面目な話なんでね、まあ、ちょっと冗談を言っていいのかわからないんですけど、まあ、僕はあの大石あ子さんね、あの議員としてあの尊敬してますんで、別にそのね、ちらすとか全くないんですけど、大石あ子さんがこのようなことを投稿されてるんですね。 10月2日に懲罰動議が出されましたあ。今からお届けしますねって弁当のようにお,お届けいただきましたって弁当のわけねえじゃねえかって何な,な,なんだよこの言い方、うん、この懲罰動議のこの渡し方大石さんがね、まあ、ちょっとあの緩めに、えー、書いていただいてますが、まあ、国民からしたら頭にきますよねだってまともなこと言ってる人が懲罰動議のね、えー、なんかそういったものが届くって。 で当然、ご本人、大石明子さんご本人がおっしゃってますが、10月1日の、ねえー、衆議院のあの本会議場で、えー、まあ、その紙、カードを掲げたことということなんですが、ご本人がおっしゃってますね。裏金を隠すための解散こそが憲法違反。ね、えー、非丸力の抗議は議員の務め、弁明の機会にきっちり言わせていただきます。本当、頑張ってほしいです。僕、あの大石明子さん応援してるんで、山本太郎さんもそうですし、リスナーさんもそうだと思うんですが、で今日かな。 10月4日、懲罰動議の発動、大石愛子さんの弁明がなくなって、えー、懲罰動議を引き続き協議するということで、次は10月7日の本会議の、まあ、議案に、えー、なるんじゃないかと、それが10月4日にわかるんじゃないかということなんですが、そもそも、皆さんも思ってるでしょうし、僕も思うんですが、なんで正しいことを言ってる大石愛子さんが懲罰動議にかけられるんですか、そのこと自体おかしいでしょ。 でそれに同調する自民、公明、維新、国民民主、国民を救うつもり全くないでしょ、うん。本当に総選挙で国民が分からせないといけないところですよ。国民のことを全く考えてないですから、本当に。ありえないのもいいところですよ。で、この大石昭子さんがこの議長の指示にも応じずに、えー、講談させられたとかって言ってますが、 そんなことではないんですよ、後で言いますけど、かこんな議長の指示に従わない、どうちゃらこうちゃらっていうのは建前です。本音は何かっていうと、自民、公明、維新、国民民主は大石愛子さんに本当のことをつかれて苦しくなったから、裏金隠しの件とかね、えートの,の,のそういった話ですよ、ートを救う気がないんですよ、あのこいつらね、自公、維新、国民民主っていうのは、憲法を改正をするね、えー、このどうしようもない最低政党ですが。 もう令和だけですよ。令和と、ね、共産党だけだと思います。まあ、共産党の話をすると好き嫌いが分かれるんでちょっと言いませんけど、令和だけだと思います。おかしいでしょ、普通に考えて。なんで正しいことを言った人が懲罰動議にかけられるんですか意味が分からないですけど、僕一国民として。だから、ね、自民、公明、維新、国民民主っていうのは、自分たちに都合の悪いことになると、この懲罰動議にかけたりとか、まあ、そういったことをするわけですよ。 で、今度ですね、あの立憲民主党の野田義彦っているじゃないですか、維新と組みたいって言った時点で、だからつまり与野党グルなんですよ。まとまなことを言ってるのは令和だけです。まあ、令和と共産党だけ。日本国民のことを考えてくれてるのは令和と共産党しかない。で、当たり前なんですが、問題は何かあっ,ったら、自民党の裏金議員なんですよ。その自民党の裏金議員を処分せずして、なんで大石愛子さんを懲罰動議にかけるのうん。おかしいのもいいところじゃないですか。で、こちらもですね、SNS でかなり注目されてるんですが、 いやいやいや、ちょっと待てよと。過去の懲罰動議、自民党もしていたわけよ。自民党は自分たちがしていて、ね、自分たちがあ、ね、野党の側か、その時にいた時はあの何にもなくで、今度野党がしたら言うって。ね、自民党ってのは、このねな、何人かでやってるわけじゃないですか。何人かでやったら処,処分、処罰はされずに、大石昭子さんとか、特に令和に対してそういうことを言ってくるじゃないですか。 自民、自公が野党時代に、えー、プラカードを持ち込んで抗議したあ、それはですね、懲罰動議の対象にならないのかと、それはならずしなんでこの大石さんの、ねえー、ことがなるんだと、矛盾してるのもいいところだなと、そういったことが大きく炎上してるわけですよ。で、今度はあこの,後のです、ねえーまあとの話に、えー、つながっていくんですが、前田明さんの話につながっていくんですが、ハセっているじゃないですか、ハセっていうのは2年連続元旦を東京で過ごしたということで。 えー、全く石川県のこと、能登のことに興味がないんだ、ふざけんなって話ですからね、国民からしたら。で、今度、大阪万博には石川県の税金3,500万をつぎ込んで参加するって、何考えてんだよ。うん、いや、仮にね、能登に3,500万円を、ねえー、投入して足りないにしちゃって、石川県知事だったら、能登のことを考えんだろ。その人間が何、大阪万博になびいてんだよ、本当に。自民、維新っていう売国政党、話になんねって話。 うん、でこのハセっていうのはねそのプロレスのそういったものにはあねどん,どんどん顔を出すらしいんですけど能登に関しては全く顔を出さないってうん。だ能を放置してるんですよ。能登が揺れで大変なことになって、えー、つい最近もね、えー、大きな豪雨が来てもそれでも無視本当にふざけんなってこの県知事。でそのことについて前田明さんがおっしゃってるんで、まあ、ちょっとこの後そのことも触れていこうと思います。 でニュースになってるんで、ちょっとこのニュースをね、そんなに長くないんですが、こちら考えていこうと思います。10月1日の衆院本会議で、えーね、首相指名選挙の時、えー、大石昭子さんが裏金、えー、各種の解散をやめると、のどの補正予算とね、えー、そういったものを掲げたんですよ。大石昭子,子さん、正しいじゃないですか、何一つ間違ってませんからね。 自民、公明、維新、国民民主の4党が大石昭子さんを懲罰委員会に、えーねふ,あのね、ふ,すふすべきだとかって言ってるんですが、どうかしてますよ。で、この簡単なこと言うと、この議長やってるやつね、ぬか,ぬかが福士って、えー、わけわかんないけど、こいつが自民党なんだよ。うん、この自民党の、ね、議員が議長やってるから、自民、公明、維新、国民民主と大石昭子さんを、ね、に対する嫌がらせをしてるんだよ。ふざけんなって話だからね、国民からしたら。 自民党の人間が議長をしてる都合の悪いことは全てもみ消そうとしてるやることが汚ねえなって、うん、国会の場において茶番をしたり自分たちに都合が悪いことが出てくるとそういったものをね何、えー、て言うのかな亡きことにしようとしてってどうかしてますから。うん そういったことで大石昭子さんが議長の指示にも従わずねその女性の、まあ、人に講談させられたがどうのこうのとかって言ってますが能登の大変な状況復興しない状況最近の豪雨そういったことが今大変なことになってるんですよで国民はそのことについてあのどうにかならないかと思ってるんですよその能登のね地元の方もそうですし日本国民がね あの全然復興してないわけじゃないですか、その復興したかどうかっていう状況も全く言わず、おかしいのもいいところですよ。で、この石破がですね、この、ね、総選挙で主張していた予算委員会で、その野党との、ね、話し合いを避け、早期解散に踏み切るっていうことなんで、うんあの、国民の声がなかなか届かない状況になるということで。 で、この大石明子さんが声を上げたことに関して、裏金議員の方が悪質っていうね、大石さんを擁護する声が多数って、本当にそうですよ。うん。なんであの、大石明子さんがね、この懲罰動議になるか、意味がわからないじゃないですか。裏金各しの解散をやめろ、能登の補正予算をってね、国民が思っていることを言ってくれたわけですよ。うん、で、じゃあ、例えば自民党は何かっていうと、自民党は過去に民主党政権が進めた子供手当の時にですね、 あの何人もの議員がプラカードを掲げて声を上げていたわけですよ。自民党は自分たちがやる、で例えばです、ね、自分たちが今度やられたらあ、ね、自分たち都合が悪いことがなったら、それを亡、ね、きことにしようと、どちらが悪質ったら、自民党の方が悪質なこと、もう見え見えじゃないですか、だか実際これ、ニュースにも出てますし、SNS でも言われてるんですよ。 大石明子さんが正しいことを言うと罰せられると、うん、じゃあどうすればいいんだと、裏金議員の方が悪質だって、こんなことで懲罰にするなということで、あの、まあのま SNS を含むネットは大石明子さんの擁護の声が目立つ、僕もそう思います。で多分リアルもそうだと思いますけどね、あのこのことを隠しているのは脱皮、あるいは自民党の関係者、エセ保守だと思います。まともに考えている人っていうのは、どう考えても例は大石明子さんの発言が正しいと思っているはずです。僕はそう思ってます。あの 100%何も間違ってないと思います。別に紙を掲げたって言ったって、紙を掲げて何をしてるわけじゃないじゃないですか。うん。な何が間違ってるのか意味がわからないですけどね、僕は。何一つ間違ってることはないと思います。で、大石昭子さんにどうのこうの言う前に、今の自民党自公政権がいかに国民のことを考えていないか、そういったことの方がよほど問題ですし、国民はそのことを考える必要があるんですよ。 たぶんみんな思ってますし、で、最後にですね、このプロレスラーの前田明さんがですね、この令和とほぼほぼ全く同じことを言ったんですよ。で、その発言も注目されてるんで、ちょっとこの前田明さんの、えー、内容について最後に考えていきます。前田明さんはですね、能登への政府の対応に、えー、まあ、怒りを示したんですよね。で、ちょっと、あの、僕はこの前田明さんっていう方、いいことをおっしゃってると思うんですが、ちょっと一つ、あの、 間違ってるっていうか、あまあ、ちょっとね、えーまあ、間違ってるっていうか、まあ、間違ってるそこだけ、ただ別に、前田明さんに関してどうのこうの言うわけじゃないですよ。このようなことをおっしゃったんですね、日本は災害大国で、えー、どんな辺鄙なところで災害が起きても、日本人は速攻で、えー、それに対処してきたと、仮想地域だから予算を入れないなんていうのは異常なことだと、本当にそうです、このあとちょっと間違ってるんですね、国の借金がいっぱいあるから何言ってんだと。 なんで「う」の年金のために20年にわたって60兆円も出さなきゃいけないのかその金があるんだったらこっちに払いよってあの日本には借金別にないんでいいんですけど、まあ、ちょっとそれは誤解してるとあれなんですがその後ですね「う」の年金のために20年で60兆払うんだったらあのね能登にお金払えって本当この前田明さんのおっしゃる通りじゃないですか多くの国民がそう思ってますよ、うん、で実際このこともですねこの前田明さんの発言も注目されてるんですよ で、今度は別の角度から入っていくとこの前田,明さん前田明さんと同じことをずっと言っているのがあ令和新選組ってだからあの世論っていうのは今、前田明さんとか令和の方に向いてるんですねそれを必死にですね、自民党がこう、なんか消そうとしてるっていうね、うん。自民党のおかしさに国民が気づいてですね、もう次の選挙で本当落としていかないとどうしようもないです。だから本当に。 令和に頑張ってもらいたいと思いますし、大石昭子さんに頑張ってもらいたいと思います。大石昭子さんとか山本太郎さんのことをですね、どれほどかわからないですが、相当数の日本国民が応援していると思いますよで。そういったものっていうのもマスコミの数字では出てこないですけど、最近はあのちょっと出てくるようになったんですよ。例えば、その SNS をねわかる限りですが、調べると、大石昭子さんに関しての称賛の声多数ですからね。であの たまに変なおかしなことが書かれてるんですが、おそらくその自民党関係者脱皮とか、あるいはエセホッシュのなんか全くわけわかんないやつ、うん、大石昭子さんをどうのこうの言うんだったら、自民党のそのおかしさ、自民党の裏金とか、のとを放置してる、その件を言えよ。な,なぜそれを言わないんだなぜそれを言わずに、そういった国民が困っていることに対して、ね、声を上げた大石昭子さんを、ね、その懲罰動議にかけたり文句言うのか、もうそのこと自体おかしいと思いますけどね。まあ、っていうことで 例は大石明子さんが正しいことを言ったにもかかわらず懲罰動議となるおかしさと、ねまあ、その能登の件について前田明さんも同じことをおっしゃっていた件、こちらについて今回はお伝えいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。